こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。春滑っているとブーツが濡れて靴下までべちゃべちゃになってることってよくありませんか？はい、結構ねこれ悩んでる人いて、これ嫌だからもう春滑んないよって方もいるとは思うんですが、いいアイテムがあるので今回紹介したいと思います。そんな足濡れ対策のこちらですね、ブーツの中に仕込むんですけど、おいしょ、インナーとアウターの間に挟む、これタオテックっていうブランドのインナーカバーっていうやつ、これ最近ですね、そう3月末かなにメーカーさんからちょっといただいて使ってみてるんですが、すごくいいです。これ見るともう外から濡れてるんで、この辺とかねもう濡れてるの分かると思うんですよね。このインナーカバー自体は濡れてます。しかしながらこれ靴下見てください、はい、ドライ。結構今日滑って、何時からかな、10時ぐらいから3時ぐらいまで滑ったんですけど、シャバ雪で滑ったんですけど、はい、靴下全然濡れてないっていうものになります。しかも結構これ対策するのに、私もあのビニール袋ねを中に入れて靴下ね濡れないようにっていう対策方法をお伝えしてたんですけども、ビニールよりもいいなって思ったのは、あの透湿性があるんですよね。どうしてもビニールって汗こもるじゃないですか。で汗こもっちゃうとどうしても中に結露しちゃって汗で濡れちゃうっていうことがあると思うんですけど、この、インナーブーツカバー、違うインナーカバーかに関しては透湿性もあるので、このね内側からね汗が逃げるようになってるんですよね。こういう感じの素材になってて、でなのでこのインナー自体もそこまで濡れないですよっていうような作りになっています。はい、なので結構これありなんじゃないかなと思って最近使ってます。もう3月末からね今まで使って約1ヶ月くらい使ってますけども、まだまだ使えてますね。だから耐久性も結構あると思います。自分週3回ぐらい3、4回か、滑っている状態なので、それからずっと使ってるんですけど、ね、まだ全然壊れてる感じもないので、はい、こちらいいと思います。自分はブーツサイズが26センチで、サイズは LXL っていうサイズ使ってます。そうするとちょうどこれねインナーのねこの上のあたりぐらいまで来るので、まあ、しっかり防水できるんじゃないかなと思います。ちょっとね他のサイズ使ったことがないのでサイズ感まだわからないんですけど、自分はこのサイズで使っています。はい、商品のね、あれ購入できるところリンク貼っておきますので、あのゴールデンウィークね滑りに行くよっていう方ね、まだこれからね、間に合うと思いますので、ぜひですねチェックしてもらいたいなと思います。では動画説明欄の方ね、のリンク先から商品の詳細をねご確認ください。価格確かね2000円しないです。送料込みで1980円だったはず、間違ったらねすいません。はい、という形で今回は、はい、タオテックの、はい、インナーカバー紹介させていただきました。春先もね、足をドライに保って快適にスノーボード楽しみましょう。以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。